一見海とは関係なさそうなパン屋さん、コミベーカリー。香ばしい香りに混ざって磯の香りが。ナルトワカメの会社の方からそのこんなん作ってパン作れないですかっていうちょうどタイミングよくお話があったんで、でそれでちょっとまあそのちょうど海の塩パンっていう形でそれで作ってみようかなと思いまして、まあ塩はその室戸の方でその海洋深層水のお塩があったんで、ちょうどまあ県内産のもので何か使えないかなと思ってたんで、ちょうど塩がいいのかなと思いまして、わかめにやっぱ多少ちょっと塩分が残ってるんですね、あのパウダーの方に。でちょっとその塩分の調整だとかその辺ですかね、あと わかめもそのパウダーのまあ引き具合もいろいろちょっとありまして、まあわかめが強く出すぎる部分もあったり、ちょっとまあ控えめにしたかったかなっていうのもあって、まあその引き具合の大きさですね、パウダーのその辺のこともちょっといろいろ考えながら、はい、やらせてもらいました。わかめが入ってる分その磯感を感じれるものかなと、その海のその辺がまあそうですね、セールスポイントというか、まあそういうものを感じて もらったらいいかなと思います。まあそのまあ今回その海をきれいにっていうプロジェクトのことで、まあそのこのパン食べて、まあ、少しでも海のこと考えたりだとか海をきれいにとか一人一人がまあ思ってくれればいいかなと思います。海の塩パン焼きたてぬくぬくです。よかったらいかがでしょうか。海と日本。